アクティビティは、イギリス海軍の2番目の護衛空母。アクティビティは、ダンディのカレドニア造船所で、アルフレッド・ホールトラインの商船、テレマコスとして1940年に寄港した。しかしながら、海軍によって取得され、護衛空母として、竣工、1942年末に就役した。ドイツ商船を鹵獲して改造した前型とは違い、本艦は建造途中の船体を改装したためにより、エレベーター付きの格納庫や小型ながら、アイランドを持つなど空母に近い偽装をされて、実用性が格段に高くなり、本艦により後のイギリス護衛空母の基本形式が定まった。しかし、格納庫内に入れられる艦載機は6機までで、残りはやはり甲板上に、露天で置かれたために乗員が波にかからないように、頻繁に位置を変える必要があった。就役後は、訓練空母として、1943年の間を訓練任務で過ごす。1944年に入ると、北、大西洋及び、北極海において、船団護衛任務に従事した。アクティビティはアメリカで建造された、溶接艦よりも耐艦性があると考えられ、北極船団の護衛任務に使用された。1944年4月、アクティビティの搭載機は、護衛空母トラッカー搭載機とともに、JW58 船団の護衛任務中に、U-288 を攻撃しこれを撃沈した。1944年の後半から、終戦直後にかけてアクティビティは、極東との間の兵員及び物資輸送艦として使用された。1945年10月に帰国すると、アクティビティは退役し、予備役艦隊で保管された。1946年4月に売却、回収が行われグレンラインのブレコンシャーとして使用後、1967年に日本でスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。